病気、病院行った。何が？え？いや、言ってたよ、前。行って、久しぶりに行ってやったっすよ、の、あと、ちょっと、なんかすごい、海が出ます、言ってたよ。すごい、コントラクションしてきたね。本当にそっちの方がなんかリアルじゃないですか、しかも今の方。いや、でもまあ、あんま言ったらな、いろいろある。いや、もういい。これぐらいにして。じゃあコメントいこうか。はい、じゃあ読みます。ほぼ改めロナウドさん、毎度でございます。だんだん更新が遅なって、あれこれしょ気が動転してる、ベロベロしてながらそれほんまに信じたらまずいからな、めんどくさいから。読むで、はい、こんにちは。26回も聞かせてもらいました。ジャンボさんの深い話、さすがベテラン DJ、 いろいろ難しいですね。やっぱりマイジャーにはこれからも日本のレゲエを引っ張っていってもらいたいです。もちろんガチャさんパンチャさんにも、ではではという。まあ俺らはまだそんな引っ張っていくとかいうレベルではない。荷物的な、荷物というか密輸的なそういう感じやな。セコみたいな、そういう感じですね僕はセコいよな俺らって。ちょっと、うん、密輸なんだ。はい、やっぱり最近また戻ってきたね、この感じ。何が？ガチャさんパンチョさんって呼ぶ並びの順番。いやそこいやそれもそろそろ次行ったら逆に印象悪くなるんですよ。そう、お前がそういう対応するから悪くなるんや、それは。そう、ベロベロくんな感じですか。でもお前ちょっとやめてくれちょっとやめてくれへんもうちょっと今俺負けてるやん、ベロベロくんってなってるやん、みんなのイメージが俺もなんか海で今考えたけど、なんか海海くんとかじゃダサいしってやめたわ。ベロベロパンチョくん。はい、次いくで。ベロパン FM もお送りしております。あー、また不可思議系やわ、はい、不可思議系。これ不可思議系書いてんのたまに女の子なんちゃうかなと思う時あんねんけど俺。ガチャが今までなんていうかボロ雑巾のように扱ってきた女の子たちいるやんか。書いてんじゃないかな、もう嫌がらせで。もう本当にもう行きますよ、はい、ベロカワくん。もうだからどっちかが負けな、これは進め。出ていくで。だからホームランやでさ、ノックハムよ、ワンワン何やねんな、もうガチャいいから日本から出ていけ。離れちゃダメじゃマイカサニークサ、あ草やないな、和風。質問です。レゲエって歌たり聞いたり何ですか？お二人の意見一言で聞きた。あたしやすいこむ .com ガチャパンサチアレ。はい大体基本的に分かりにくい分やねんけど、一個だけ分かりやすいのがガチャいいから日本から出ていけ。普通の日本語じゃないですか。普通の日本語普通の日本語だよそれほらほら、やっぱそういうあれやで。うん、分かったよ、うん、じゃあ読みます。次、ちょっと娘がね、ちょっとあれだろ。何娘？え次いきますか。じゃあ、あーそうなんや。あ、でも大きなってたで、どんどんお前の娘え大きなった大きなった。あ、ちょっと見ない間でかくなってた、やっぱなってたってた。ガチャって言えるようになったで。あ、ほんと？うん、うん、俺がお父さんだと知らずに。うん、それはまだなんか分かってないと思う。うん、そう、うん、はい、じゃあコメントはい、ミーさんいきます。はい、毎度楽しませてくれてありがとうございます。豪華ゲスト続きですね。内容も濃くて聞き入ってしまいました。ゲストもいるけどパンジョさんガチャさんの喋りもあっていい感じでした。ところでガチャさんに質問です。ガチャさんはジャマイカにいて今日本に帰ってきて、ガチャさんはジャマイカにいて今日本に帰ってきていますが、帰ってきて改めて感じたことはありますか？例えばジャンボさんも言ってましたが、売れるまでの美学とか日本のレゲエシーンはにはあるし、でもジャマイカで儲けたら勝ちっていうのがあるように、ジャマイカの日本の違いとか、ジャマイカと日本の違いとか、あと最近ジャマイカのダンスは変わったみたいですが、逆に日本のここ変わったなーって感じたことはあれば教えてください。お、これはガチャさんに対する質問ばっかりやね。ブリじゃあ、ここはガチャ結構こう思ってることをズバッと言うべきやと思うで。
感想はですね、うん、特に変わってませんでした。あ、そのガチャが出た、そうですね、離れた頃といい意味でも悪い意味でも全然変わってなくて、全然楽しいですよ。地元はそんな感じですね。なんか腑に落ちへん答えやな。え、いやでも日本いろいろちょっと遊びに行こうかなと思ったんだけど、思いのほか大阪ぐらいしか行けてない。あ、どう、ジャマイカのダンスと日本のダンスってどんな感じで違う？でもさ、ジャマイカのダンスも違うんだけど、その日本の中でもダンス違うよね、すでに。あ、中でも？そうやな、そう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 、種類があるしな。じゃ、ジャマイカのダンスみたいなこと本当やってる人も、先輩もいるしさ、でもかと違っても別にそれも悪くない感じでやってるのもあるじゃないですか。それもすごい楽しかったりするみたいな。はいはいはい、とりあえず南部いろいろあっていいんじゃないですかね。まあそうやな、 まあ、何が正解ってこともないわけやし、でも今の流れやっぱそのままやったら多分やっぱそんなウケないんだと思うよ。うん、それ確かにですね、やっぱ日本なりに消化したことをやるってことを、そうそう、その流れで曲もしないと本当ちょっと前までだったら大丈夫だったかもしれないけど、確かに本当最近はきついんじゃないですか、そのままやってしまうと。確かにそうやな、思う今は終わっちゃうんじゃない、雰囲気が。あと、まあその売れる我の美学とか、日本のレゲエシーンとジャマイカのレゲエシーンの違いとかさ、なんかそういう感じ、まあ、前回ジャンボさんとに話させてもらったりするし、ジャンボさん言ってくれなかったりするところではあるけど、まあな、結構シーン的にも違うしってとこあるよな。そうだよね、やっぱリリースにしてもね、なんかもっと昔を知らんから何とも言えへんけど、昔より政治的っていうのかな、なんていうのかな、でもそれはでかくなってる証拠じゃないですか。なんかちょっと変わってきてるよな、いや俺らの世代にハングリーな人が先輩の方時ほど多くないんだと思う。あー、ぶっちゃけアーティストっていうのが、アーティストにしろ、そう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 、それだけのこうキャラクターとアイコンが揃ってないっていうのが、はあはあ、多分現状だと僕は思うんですよね。あ、僕らの世代は。それあるよね、でもその上が、もう活躍してはるから、下は下でその何スムーズにぐーっと上がっていけへんっていう感じはあるんちゃう。それ変な意味と捉えてもらったら、いやでもやっぱ感じ悪く聞こえるけど、そうだけど下が出てきてないからじゃない、結局は。まあ、それで両方下やな、うん、下やな、両方だ、ほんとその両方なんだけどさ、そうそうそう、そらすやな、出てきてないと思います。もっとそれと違うとか、ジャマイカなんか合ってないようなもんやもんな、上っていうのは、売れたやつ勝ちだからね、ボーンって1曲当ててらもうバン上がれるからな、そいつが一番偉くなるからね、その瞬間、謎に、そうそうそう、変わる、売れたもん勝ちや、ね、ラデンとか売れてるの近くで見てたっすけど、あれが売れるってことなんだろうね、そやな、ああいう風になっていく、ああいう風になるというか、そのああいう風になっていくんだね、売れていく人って。でもしゃあないよな、しゃあないっていうか、ガチャがどういう風に思って今喋ってるのか、なんとなくそう聞くけど、いやそんなに、でもそんなにそんなにな感じやけど、でもそんなに、やっぱオーラとか出てくるじゃん、それ。まあな、多少なアーティストっぽい雰囲気出るようになるもんな。そう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 、確かにそう、ゲンちゃん乗ってる豆くんじゃなくなってるからね。そうやな、ゲンちゃん乗ってたもんな普通に。まあそういうことやな、まあ日本の友達も頑張ってもらいたい、俺らはしかりやけど、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、じゃあ次行こうかな、コメントもは言うてる間に終わんで、どう、T ポンさん、26回目を聞きました、まさかゲストが2週続くとは思っていなかったのでびっくりでした。ヤーマン太郎、今後もゲストの予定があるようなので楽しみです。今回はジャンボさんから今と少し前のジャマイカの違いなどを聞けてよかったです。2月にもぜひ MJR の皆さんにはガチャパン FM に来てほしいです。個人的にアーティストの皆さんのアーティスト名の由来が気になるので聞いてもらえれば嬉しいです。ああ、そう。